よー泣かぬならずっとそうしてなさい、ホトトギス。その心は、やっぱ一見ちょっと見放してるような発言と思われるかもしれないんですけど、あの泣かぬなら泣くまで待とうとか言う人いると思うけど、あのそれって結局いつか泣かせようとしてるんですよね。そう、それはちょっとやっぱり強制がまだ入ってるんですよ。だからもう泣かないんだったらそのままもずっとそうしなさいっていう、そっちの方が愛があると思うんですよね。